10連打。どうもこんにちは、うす。今回のテーマはこちらです。何が起きてるんです？とある武器で攻撃を回避し続けています。すべて回避したな。はい。今装備しているのが、今回のテーマとなるライトブリンガーです。ライトブリンガーってこんなに回避する武器だったのか？はい、そうです。性能を詳しく見てみましょう。こちらがライトブリンガーの性能です。攻撃力255に加え、回避率プラス50、魔法回避率プラス50あります。回避率そんなにあったのか。そして力、素早さ、体力、魔力がプラス7です。ちなみに英雄の盾の性能を見てみると、回避率プラス40、魔法回避率プラス40となっています。じゃあライトブリンガーの回避率は英雄の盾よりも高いのか。そうですね。すべての装備の中で一番回避率の高い装備がライトブリンガーとなっています。こちらすべての装備で、回避率の高い順に並べてみたようです。ほうほう、防具を差し置いて、ライトブリンガーが1位に君臨しとるな。そうですね。そして2位が英雄の盾、3位がラグナロク、甲羅の盾、ソードブレイカーで回避率プラス30となっています。ラグナロクにソードブレイカー、武器が2つも入ってるな。そしてこちらは魔法回避率の高い順です。1位はライトブリンガーとフォースシールドで魔法回避率プラス50です。フォースシールドは同率1位だったか。次に英雄の盾、イージスの盾で魔法回避率プラス40。その次はラグナロク、甲羅の盾、ウィザードロッド、フォースアーマーで魔法回避率プラス30です。ウィザードロッドが意外にも入っていた。なお武器と防具は共存できるので、両方装備をすれば一気に値は上昇しますね。そうだった。これは最大値いくらなの？上限値は255となっていますが、128で必中攻撃を除く全ての攻撃を回避できるため、それ以上上げても特に意味はないですね。そうか。次は攻撃面の性能を見ていきます。8326。クリティカルヒットだったな。はい。ライトブリンガーは MP を消費してクリティカルヒットを発動します。なお MP は10から20消費します。今セリフ高列にした？はい。次は高列にして攻撃をしてみます。8436。おお、強い、威力変わってなくね。そうなんです。ライトブリンガーは高列から攻撃しても同じ威力ですね。それは良い特徴だな。剣があれだけ長いから高列にしても届くってことかな。必中効果？うす。必中じゃねえじゃん。これはピクリマ版だからですね。スーファミ版やリメイク版では必中でしたが、ピクリマ版では新仕様なのか不具合なのか必中ではありません。どっちだろう。スーファミ版だと、1。当たった。ダメージは1です。次にピクリマ版でスナイパーアイを装備してみました。必中効果のアクセサリーだな。2。ダメージ2？はい、なぜかダメージは2ですね。クリティカルだからとか？ MP0 にしてみました。1。やっぱそうだ。どうやらクリティカルヒットだとダメージ2になるようですね。追加魔法ホーリー。9999。ライトブリンガーで攻撃すると、25% の確率でホーリーが追加発動します。さっきのホーリー強かったな。魔法のホーリーとダメージを比較してみます。ホーリー。やーとやーとお化けは最高。7024。あれ、魔法のホーリーの方が弱いな。そうですね。追加魔法のホーリーだとカンストダメージでした。どうやらその秘密はクリティカルヒットにあったようです。今 MP0 にしてみたのでこれで攻撃してみると。ほんとほんとお化けは楽しい。7146。ほんとだ、カンストしなかった。しかしお化けのホーリーを知ってる視聴者はどれくらいいるのだろう。僕ホーリーだよ。剣自体は無属性。この女神は聖属性を吸収します。次にライトブリンガーで攻撃してみます。7644。ダメージ与えたな。はい、このように剣自体は無属性です。
追加魔法のホーリーのみ生物性ってことですね。そうか、間違いやすいとこだな。V コーディー。ライトブリンガーと他の防具を装備して、回避率と魔法回避率を128以上に上げることができます。こちらの装備が一例です。ふむふむ。128以上に上げると完全回避できるんだったよな。そうですね。必中攻撃以外は回避することができます。ところで V コーディーってどういう意味だ？ストリートファイター03のキャラクター、コーディーが名前の由来のようですね。コーディーは VISM というモードを選択すると自動で特定の攻撃を回避できるようです。へえ、それで V コーディーっていうのか。またシャドウの場合は素の状態で回避率が高いので、このような装備で V コーディーが達成できます。アクセサリー枠が一つ空いてますね。ほうほう。素の回避率は意識したことなかったぜ。シャドウは忍者だけあって高かったんだな。はい。回避率は28、魔法回避率は9ありますね。せやかテクドウ、俺はどうしてライトブリンガーを装備できてるんや？それは勲章を持たせているからだぜ。それは大きに。乱れ打ちの注意点。5964。まずこれが通常に攻撃した時のダメージです。うん。次に回転の証を装備して乱れ打ちをしてみます。1374、1350、1503、1450、合計で5677ダメージでした。え、弱。乱れ打ちの時はクリティカルヒットがないためですね。さらに追加魔法のホーリーも発動しません。マジか。それなら回転の証を装備しない方がいいんでは？ただ MP を消費したくない時や、追加ホーリーを発動させたくない時は乱れ打ちが有用ですね。あと作り魔版なら必中効果もあります。一応メリットはあるのか。また攻撃から乱れ打ちをしてもダメージは半減しませんでした。この特性は残っているんだな。入手方法とラグナロクとの比較。ライトブリンガーは、コロシアムでラグナロクをかけて勝利すると手に入ります。そしてそのラグナロクはこのナルシェの武器屋で手に入ります。魔石のラグナロクか剣のラグナロクを選ぶんだよな。そうですね。以前に魔石か剣どちらを選ぶかアンケートを取りましたが、ほぼ半々の結果となりました。この分かれ方はすごい。ラグナロクとライトブリンガーの性能を比較してみましょう。これがラグナロクです。いやちょっと待って、なぜライトブリンガー18個あるの？バグ技で量産しておきました。おい。では比較していきます。攻撃力と力、体力、魔力の上昇値は同じですが、回避、魔法回避、素早さはライトブリンガーの方が上回ってますね。さらにライトブリンガーは攻撃からでも威力半減なし、ピクリマ版以外だと必中効果もあります。じゃあライトブリンガーはラグナロクの上位互換なのでは？いいえ、一点だけ上位互換ではない点があります。それは追加魔法です。ラグナロクの追加魔法はフレア、ライトブリンガーの追加魔法はホーリーです。生属性を吸収する敵に対してはホーリーが発動すると吸収されてしまいますね。そうか。でも剣自体は無属性だから、追加魔法が発動しなかったら問題ないんだな。そうですね。それか回電の証を装備して乱れ打ちをすれば、追加魔法は発動しなくなります。オッケー。ところでライトブリンガーってどういう意味なんだ？英語で書くとライトブリンガーで、直訳すると光をもたらすもの。聖書においてはルシファーを指すようです。へえ。神々しいのはわかった。ちなみにラグナロクは、北欧神話の世界における終末の日のようですね。そうなのか。どちらも剣の名前ではないんだな。そのようですね。なおエクスカリバーはアーサー王が持つ伝説の剣でした。それは剣が由来か。セイントセイヤ、カプリコーンの修羅の死闘もエクスカリバーでしたね。また懐かしいものを。クラエシユー、エクスカリバー。そしてコロシアムでラグナロクをかけるとダイダロスが相手となります。これでカットライトブリンガーを入手できます。ライトブリンガー、この光景、以前にどこかで見たな。アップデートする前のピクリマ版ですね。この血塗られた盾をかけます。相手はダイダロス、景品は呪いの指輪です。ダイダロスに勝つとライトブリンガー、これだ。この光景、レアでライトブリンガーを落とす設定となっていました。これは早期購入特典だったな。
追加フレアと追加ホーリーの比較。まずラグナロクの追加フレアのダメージを見てみます。9144ダメージでした。次にライトブリンガーの追加ホーリーのダメージを見てみます。7436。おお、フレアの方が強かったな。はい、フレアは魔法防御虫なので威力は高いですね。魔法防御虫だったのか。はい、またこれら追加魔法は魔風剣やリフレクの影響を受けません。へえ。二刀流での不思議現象。右手にラグナロク、左手にライトブリンガーを装備してみます。合体ラグナブリンガーってところか。まず前列で攻撃してみます。8540、8294、ほぼ同じダメージだな。はい、同じ攻撃力ですからね。次に攻撃に下げてみます。攻撃してみると 3934、4164。おや、ライトブリンガーの威力も半減してるよな。はい、本来は攻撃からでも半減しないはずですが、二刀流をすると半減してしまいます。なんだって。ラグナロク以外の武器を装備してても同じように半減しましたね。4110。これは使用不具合。スーファミ版でも確認してみました。2836。まず攻撃からの攻撃が2836ダメージです。補強。そして前列にしてみます。攻撃2800。同じくらいのダメージだな。となると作り魔版は挙動が違うってわけか。補強。アルテマウェポンとの比較。まずアルテマウェポンとの二刀流でダメージ比較をしてみます。8702、7033。おお、アルテマウェポンより強かったな。はい、この時のセリスのレベルは68です。アルテマウェポンはレベルが上がると威力がかなり上がります。次はレベル99で比較してみます。カンストするので高列にしました。7148、9999。アルテマウェポン、高列でもカンストか。レベル99の時ならアルテマウェポンの方が上ですね。またライトブリンガーは防御力無視ではなく、アルテマウェポンは防御力無視なので、敵によってダメージが変わり、単純なダメージ比較はできないですね。なるほど。次は回伝の証を装備して乱れ打ちをしてみます。今レベル68です。2088、3832。おお、この時はアルテマウェポンの方が強いな。はい、クリティカルヒットになっていないからですね。バリアントナイフとの比較。9956、7844。ライトブリンガーの方が強かったな。ダメージを受けた状態だと9999、9902。これはいい勝負。なおこの時ロックのレベルは99、力111、高烈です。次は乱れ打ちいきます。2314、3727。乱れ打ちだとクリティカルじゃない分、バリアントナイフの方が強いな。そうですね、今 HP は満タンなのですが、それだけ防御力無視効果が強力ってことですね。装備可能キャラ。ライトブリンガーの分類は剣で、エドガー、ゲナ、ロック、セリスが装備できます。騎士剣に思えるけど剣なんだな。はい、簡単に言えばロックが装備できるかどうかの違いですね。また必殺剣、魔風剣、両手持ちができます。アルテマウェポンはこれらできなかったよな。そうですね、この点はライトブリンガーの方が優れてますね。回避の仕方の違い。ピクリマ版で盾を装備して回避率を128以上に上げると、このように攻撃は盾で防ぎます。剣では防がないのか。そうですね、次に盾を外して剣を二刀流にしてみます。ライトブリンガー二刀流回すると、このような回避の仕方となりますね。ひらりと避けてる感じだな。ひらり。次はスーファミ版を見てみます。まずは盾装備から。
を、剣でも回避した。このように盾と剣が混在してますね。そうだな。次は剣の二刀流いきます。うん、早速獅子丸がガードしたインターセプターです。これも剣でガードしているようだな。ミス、衝撃波は来た。でもミスでしたね。このように回避する場合は基本剣でガードします。そこがピクリマ版との違いですね。獅子丸強。シャドウ短期でここまで来たのか。はい、V コーディーをしたら必中攻撃以外は全てかわせます。安らぎもかわした。さあ結果との一騎打ちです。心ない天使。うわ、心ない天使来た。頑張れハットリ。せやかて駆動。破壊の翼、これはかわせるんだな。良い勝負ですね。でも回復はしないのか。回復は禁止です。あ、週末が近づく。ミッシング。これは V コーディーでかわせるのか。回転395、必中攻撃でした。というわけで V コーディーでも必中攻撃には気をつけましょう。オッケー。じゃあ今回はここで終わりますね。おつおつ。動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バッドエンドなんて信じられない。